ヒラリー・ハーンは、アメリカ合衆国の女性バイオリニスト。バージニア州歴ントン生まれ、ボルティモア出身のドイツ系アメリカ人。3歳11ヶ月の時、地元ボルティモアの音楽教室でバイオリンを始める。クララ・ベルコビチによる5年間の指導を経て、1990年、10歳で、フィラデルフィアのカー,アーティス音楽学校に入学し、17歳まで、ウジェヌイザイ最後の文下生。 やっしゃブロツキーに指示。ブロツキーの没後は19歳まで、ハイメラレードに指示。室内学の勉強にも力を入れ、フェリックス・ガリミールとゲイリー・グラフマンに指示した。1991年、11歳の時にリーキンホールにて、初リサイタル。1991年、12歳の時に副指揮者の小松長尾式のボルティモア公共楽団と、 サン・サーンスのバイオリン競奏曲第3番を共演したのがメジャーオーケストラとの初共演となった。その後、クリーブランド還元楽団、ピッツバーグ交響楽団、フィラデルフィア還元楽団、ニューヨークフィルハーモニックとも相次いで共演した。1995年にはドイツでドリン・マゼール式のバイエルン放送交響楽団と共演し、海外デビューを果たした。 1996年にはフィラデルフィア管弦楽団と共演し、ソリストとしてカーネギーホールデビューを飾った。同年ソニーミュージックエンタテインメントと契約。1997年デビューアルバムであるバッハ、ムバンソー・ソナタ・バルティタータ州がディアパゾン・ドール賞を受賞し、話題となる。1999年カーティソン楽学校を卒業。 1999年にアメリカの作曲家エドガー・メイヤーのバイオリン競争曲を初演し、録音した。2001年、タイム氏によってアメリカズベストヤング、クラシカルミュージシャンと称された。2001年のネビル・マリナー式のアカデミー、室内管弦楽団との競争曲の録音により、2003年、グラミー賞を受賞。同年、活動方針の食い違いからソニーを離れ、 ドイツグラモフォンと契約した。ソリストとして世界中で演奏活動を続ける一方、室内楽でも活躍している。また、映画、ビレッジのサウンドトラックや、ロックミュージシャンのアルバム、ソディバイデットにおいても演奏するなど、活動の幅を広げている。オフィシャルサイトバイオグラフィハットエビージュリア、ゾースティンスキー、エイカンバセーションウィズ、ヒラリー・ハーン。 2017年2月11日閲覧。ボケージ、レイジャン、ヒラリー・ハーン、ザ・レディ・アセンディング。ラシェーナ・ミュージカル9 <ht、http コロンスラッシュスラッシュ www. シェーナ .org スラッシュ lsm スラッシュ sm9-3 スラッシュヒラリー・ハーン e n htm 2008年5月13日閲覧。 ユニバーサルクラシックスによるプロフィールハットストリングスマガジン2005年1月号。ありがとうございます。